ライブ、いよいよ最後でございます。この今回のライブ、一応責任者ということで、担当させていただきました、青木隆です。時間の都合もありますので、2曲ほど、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。今朝は霧がかかって、とても寒い朝でしたが、そんな朝にふっと頭の中をよぎったこの曲が、
はい、ありがとうございます。クルリというバンドのバラの花という曲でした。もう一曲、今度オリジナル曲を歌わせていただくんですが、ライブの告知をちょっとしたいと思います。11月、18日の日曜日、このちょっと先の北方バルという、スペイン風居酒屋があるんですけれども、そちらの方で、今年の夏に、レコーディングなどで、ちょっと一緒にやらせていただきました、山田県の、吉村美代子さんと、共同企画で、山形会津交流ライブというのを、やらせていただきます。オープンが午後2時半、スタートが、午後3時となっております。チケットの方が、1500円でワンドリンク付きです。会津から4組、山形から4組、計8組の、出演者が揃います。どの出演者も本当に自信を持っておすすめできる素晴らしい方々ばかりなので、11月18日もしお時間ある方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ北方バル遊びに来てください。よろしくお願いいたします。それでは最後の曲やらせていただきます。しずくという曲です。今日は皆さん本当に長い間ありがとうございました。沖田くせでした。この愛
雨が止んだら、あの虹を渡って君に伝えなくちゃ。ありがとう、これからも。ありがとうございました。また来年も関西でお会いしましょう。